J-POP Shower。 J-POP Shower 金曜日、ボイスホビークラブののりこがお送りします。はい、皆様お昼のひとときいかがお過ごしですか。今ね、ペプリを通ってですね、ソイさんからタクシーで入ってきたんですけど、すっごい渋滞してますね。でタクシーの運転手さんがね、物静かなお兄さんだったんですけれども、またいつものパターンで何人から始まって、タイ語前にね、何年住んでるのっていうところから、ね、もう30年幼稚園からみたいな感じで喋ってたんですが、彼曰くね、海外は出たことないんですって。で、日本って田舎がないと思ってるみたい。やっぱり今タイの人ってすごい日本に旅行行ってるんですけれども、もう都会の話とか、ね、ディズニーランドとかそういう話しか聞かないのかな。だから工場ってないんでしょっていうか、いやあるあるって、もう田植えしてるよって言ったらびっくりしてましたね。だからそういう意味で結構ね、いろんな誤解を招いてる部分もあるのかもしれない。彼はだから自分の田舎について語るときはね、もう本当に声が大になってっていう感じでしたね。タイの田舎はこんなに混雑してないんだよ、渋滞もないんだよなんて言ってましたけど、日本も同じだよなんて話をしながらここにたどり着きました。はい、今日のですね、雑学講座のお客様は一般社団法人 STR コミュニケーション協会理事長、 STR コミュニケーショングランドマスターの志和信行さんにお越しいただきました。志和さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。実は志和さんはね、2013年の12月にも一度ご出演いただいたんですけれども、やっぱり初めて聞いてる方がほとんどだと思いますので、はい、まずこの STR コミュニケーション協会って何の団体ですか。はい、勉強をしていただくような形のところなんですけども、まあ、何の勉強を。コミュニケーションですね。コミュニケーション、はい、はい、でコミュニケーションっていうのは、人間関係があればね、大なり小なりあると思うんですけど、特にその中でもビジネスで会社の経営者であったりとか、リーダーとしていろいろな方のですね、そういう人間関係を具体的に解決するという、そういう、コミュニケーションの解決のメソッドを、中心に提供している団体ですね。なるほど、はい、この STR っていうのはじゃあ何の略になるんですか。実はめちゃくちゃベタベタなんですけど、ベタ、もともとは日本で素質適用理論という名前でやってたんですよ。そうですよね、昔そういう説明した気がする、はいはい、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、覚えておいていただいて、はい、長くて覚えられないという先輩の声が多くてですね、はい、なるほど、短い方が3文字のレターが流行るよって言われてちょっとミーハーで、僕は一応、なんちゃってですけど、はい、体育会系なんで、はい、先輩の言うことはそうですよねっていう癖があったので、なるほど、聞いて、じゃあ何がいいですかって聞いたら STR って言われて、はい、で何の略ですかって言ったら素質適用理論日本語会と。なるほど、はい、なんとか協会の K と一緒ですね、はい、NHK の日本放送協会、はい、もう英語かな思ったら日本語でした、はいはい、ねえ、なるほど、引っ込みがつかずにもそれで言ったら、はい、しっくりときたんで、もうこれでやってます。あ、そうだったんですか、はい、じゃあね、パッと聞いたら STR って何だろうと思いますよね。思いますね。大抵の人ってなんか英語でね、くっつけたがりますからね。あ、そうですね、素質適応理論ですね、はい、めちゃくちゃベタですけど、はい、それの略です。じゃあこの素質適応理論っていうのは、はい、個人に関してなのか、そのコミュニケーション団体の中の輪に関してなのか、どういうところから捉えるんでしょう、はい、あ、すごくいい質問ですね。もちろん団体組織3名以上っていうところも、はい、コミュニティっていうところでもあるんですけど、もちろん1対1のコミュニケーションですよね、はい、で最近やってて自分の中ですごく気づいたところがあったんで、ここ強調してるんですけど、はい、自分自身のコミュニケーション、自分自身の、自分と自分、そうです、結構自分は何が本当で何が望みで今こうはしてるけれども、何が本物なんだろうっていう、いろんな自分を気づかれてる方はもちろん多くて、その中で自分が何がしたいのか、どう思ってるのか、何か不一致感がある人、それをいろんな経営者が内観であるとか、セルフコーチングであるとか、もしくは自分で何かお金を払ってですね、コーチングとかカウンセリングとか受けられる方も多いんですけど、 STR を使うと、割と自分が何者かっていうことが割としっくりきて、で今やってることとの整合性が取れるので、自分のコミュニケーションっていうところに使っていただけるっていうことが最近分かってきて、
なるほど。そういうことも中心にやってますね、はい。まあ、通常ですねコミュニケーションといったら相手がいるものっていう感覚なんですが、うん、この STR の場合は、はい、まず自分自身の本質的なものを見極めてから、はい、ということになるわけですね、はい、そうですね。それが一番多分近道で、うん、まあ、自分分かってないとね、はい、おっしゃる通りです。なるほどね、わかりました。じゃあ今日はですねそういうお話とかこのね2年ちょっとになるんですか、はいはいはい、2年半ですね。2年半ですか、ね、早いですね。早いですね。あれね、そうですね。ですからそのあたりでどういうふうにあの変わられたかみたいなのも聞いていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この番組はですね、はい、のりこの雑学講座ということでいろんなゲストをお招きしてお話しさせていただいておりますが、あのリクエストもウェルカムです。こちらの方にまたメールなり、はい、連絡なり、今ちょっとね電話が普通みたいなんですけれどもね、連絡してくださいね。この金曜日はですねほとんど夏メロを中心に送らせていただいております。今日はですねまず沢田研二さんということで、さっき柴さんに誰が好きって聞いたら沢田研二さんってラッキーって私大好きなんで喜んだんですけれども、昭和ですよね、はい、昭和ですね、はい、でもこのね最初の曲は知らない。晴れのちブルーボーイって知ってます？ちょっとタイトルで思い出せないですね。思い出せないですね、はい、だからあのグループサウンズ時代じゃなくてこれは沢田研二が独立してからかもしれない、はい、なんていう話をしながら送りたいと思います、はい、では今日も午後2時までボイスホビークラブののりこがお送りします。 J-POP シャワーをお楽しみください。では最初の曲、晴れのちブルーボーイ、沢田研二さんでお送りします。シャワー金曜日、ボイスホビークラブののりこをお届けしております。今日の雑学講座の客様は一般社団法人 STR コミュニケーション協会理事長の志和伸幸さんにお越しいただきました。先ほどですねこの STR あのなんだっけ、組織的を理論ですね、はい、これちらっと教えていただいたんですけれども、もう少しこれについて教えていただけますか、はい、一体どういうものなんでしょう。そうですね、今風に言うと脳の癖別の、はい、その人の対応方法ですね。でもこれっていうのはもともとその引用語行説から生まれたということにお聞きしてるんですが、引用語行、はい、要するに誕生日ですよね。そうですね。誕生日と脳って関係あるんですか。まあ、だいたい僕が聞いてる話2500年前ぐらいからって言われてるんですけど、はい、当時中国というのはあのいわゆる月の暦で月の満ち欠けの暦を使ってたんですけど、まあ、僕もこれ聞いた話なんですけど、いわゆる農業とかするときにやっぱり太陽暦使わなあかんということで、ただ太陽暦に似たようなことで24節気っていうのが作られて、で暦っていうものができて、その暦でまあ農業とかいろんな生活をするようになったんですね。でその中でいわゆる人が生まれた日を記録するようになって、これが誕生日なんですけど、で、まあ、多分いろんな形があったと思うんですけど、その中でいわゆる誕生日別のデータベースで、この年のこの月のこの日のこの時間に生まれた人はどうもこういう傾向が強いという、まあ、今でいうとこのちょっと統計学的なことがずっと積み重ねられて、で、まあ、いろんなものがきっと あるんですけど、その中で誕生日が一番精度高いので、だから当時の中での統計学である、当時の中での科学っていうところらしいんですよ。でもどうなんでしょう、そしたらその国によってやっぱり感じ方とかって、はい、ね、全く違うと思うんですけれども、はい、これは世界共通で使えるんですか。共通ですね、共通ですね。ホームページの方を拝見しましたら、はいはい、素質と適応に分けて書いてあったんですけれども、はい、ちょっとそのあたりもご説明いただけますか。素質っていうのは親と生まれた時にその方が持っている先天的ないわゆる資質ですよね。で、この資質っていうのはもう一生変わらないんですけど、例えばその、まあ、僕が男で生まれた、でうち父親シワトシオって言って母親シワエイコって言うんですけど、これから生まれて受けた遺伝子で僕がこういう素質を持ってるんですけど、これ僕が例えば東京に生まれてた、で、まあ、僕は大阪で生まれたんですけど、これが例えばニューヨークで生まれてた、バンコクで生まれてたってなったら環境が変わってくるじゃないですか。でそれのことについていちいち
反応って人間するして、そしてジャッジしたりして動いていったりとか感情もできていくんですけど、あの素質は一緒なんですけど ほぼ近いんですけど、やっぱ環境とか育て方で変わるの でそこの、でその人の素質に対して個性人格っていうのができていくんですけど、そこに対するそのいろんなこうアジャストしていくっていう部分で、その素質を使っていろいろこう有効に、ミス少なく適用していこうというような、そういう意味で素質適用というのをつけたんですね。要するにもうその人の元から持ってるものが素質ですよね、はい、そうですそうです。で次に適用っていうのはその後に来た 外から来たものに対する適用ということですか。そうですね、それをうまく適用していこうっていう、はい、アジャストとか、まあ、英語とかで言いますけども、まあ、そういう意味で素質を適用するための理論ですよというような感じですね、はい、でやっぱりこれでこのデータで調べるというものに必要なものっていうのは生年月日だけでいいんですか。そうですね、もともと中国に命の式と書いて命式というのがあって、まあ、これがいろんなところでも広がってて、日本でももちろん大陸とかからですね広まってきて名式というのがあって、例えばいろんな、まあ、日本でいうところの占いもそうですし、あの、まあ、疫学というような形で運命学帝王学というような形で使っているのもこの暦のデータを非常に活用されています。もちろんいろんなものを活用するんですけど、うちはその中でこの名式を使ったものを使って展開していますということですね。でこの中には大きく分けて3つのタイプ、丸四角三角っていうのがあるんですが、はいはい、まず丸っていうのはどんな人でしょう。基本的に一言で言うと、まあ、喧嘩したくないで人格者でありたいと思う人ですね。じゃあいい子ちゃんでいたいってことですか。いい子ちゃんでいたいです。最高の褒め言葉は、はい、あなたいい人ですねっていうのが、うん、いろんな褒め方あるんですけど、はい、一番心に染みる。実はこれ、それを嫌味に聞こえないタイプの人、うん、人によったらいい人ですねっていうのは裏側っていう部分はあるじゃないですか。そうですね、思いますよね、はい、あのまあ、もちろんねこれ人間って言葉だけじゃなくってその感情がやっぱ音に乗っかりますんで、いくら僕丸なんですね、お母さんも実は丸なんですけど ね、はい、2人丸、明らかにね、はい、こいつちゃうでっていうことで言葉尻だけでいい人ですねって言われてもさすがに疑いますけど、本当に思ってくれてたら僕たちにとって最高の褒め言葉と感じる傾向が強いですね、素質的にはですね。なるほど。ただやっぱりいろんなすさんだ人生を歩んでたら、はい、そこは素直になれない人もいると思うんですけど、例えば子供の頃からやったらいい子やなって言ってあげたらですね、一番その子は嬉しい、天に昇るタイプですね。そうですね、そこで、そこで、はいはい、ついただ働きしてしまうタイプですね。なるほどなるほど、はい、ではあの四角の人は、はい、四角の人はペースを乱されたくない実力者。うーん、例えば具体的にはどういう感じなんでしょう。そうですね、今の、まあ、日本でもそうですけど世界標準のビジネスパーソンなんかはそうですね。おあ、起業家の人たち、起業、まあそうですね、起業というよりももう完全実業家、うーん、金稼ぐ人です。お結果を作りに行きたい人なんで。なるほど。だから合理的で、うん、そうですね、下手するとちょっと感情的なところは後回しになるので、要するにもあの例えば営業の成績が全てみたいな。そうです、うん、まあ、優先順位としてね、もちろん、うん、あのそれには理由もあるし優しいところもたくさんあるんですけど、はい、優先順位の一番が成果結果、うん、はい、っていうところが一番だから、あなたは、まあ、少し性格的に問題があったとしてもあなたはとにかく稼ぐとか実力があるとか力があるっていうのをそこの自分がやったことの評価を適正にされるとものすごく嬉しいですね。今ねふっと浮かんだ言葉が、はい、よくねやり手ですねっていう言葉あるじゃないですか、はいはいはい、関西人ってやり手って言ったら、はい、ちょっと悪い意味感じません、はい、いやかなり尊敬してますよ、ね、やり手って尊敬の言葉、自分やり手やなあいうのは、私やり手って言ったらなんかすごい嫌なイメージするんですけど、あ、もちろんそれはね、うん、相手によって皮肉もありますよね。言葉には絶対あの本間の意味と皮肉が絶対なんかやり手って言ったらずる賢いというか、うん、なんか人出し抜いてがやってるっていう風に感じるのは私だけ、うんうん、でもそういうなんかそういう感じたご経験が何人かいらっしゃるんでしょうね。あ、そういう人がいるんだ、はい、なるほど。あの大阪でやり手とかいうのは、はい、あの割と結構認めてる場合が僕は多いですね。僕の場合は、僕の周りもやり手は褒め言葉ですね。やり手褒め言葉、あの大阪でほらアホやなあれじゃないですか、はい、これ最高の褒め言葉ですからね。なるほど。バカやなは怒りますけど、はい、大阪人はアホやなはもう
もう愛情表現たっぷりですよ。なるほど。何もかも君を受け入れるっていうことです。あ、そうなんですか。はい、ではあの三角の方は、三角は枠にはめられたくない権力者です。あ、この人も権力者。あのこの人感性の人で基本的に天才で、うん、はい、ちょっと日本で言えばですけどかなり迫害されてる人ですね。才能に満ち溢れてるけど、はい、一般の丸や四角の形違いの常識的な方から見たら意味のわからない、わけのわからないアウトローです。アーティストとか多い、はい、そう、芸人さんとかアーティストとか、はいはい、まあ、経営者でもたくさんいらっしゃるんですけど、孫正義さんであるとか、うん、はい、カルロス・ゴーンであるとか、そういうようないわゆる天才的な、まずビジュアルとか絵を描いてから具体的なことを起こしていくという計算はしてそうで、実は一切してないという。じゃあもう出過ぎちゃわないと認められない人ってことですか。もう成果残してからやないと、基本的にはつまはじきもんであることが多いので、子供の頃からあんたちゃんとしなさい言うてしつけされて、いわゆるいい子のふりをしなければならない状況で、あの我慢しされてる方が多いですね。三角なのに丸くしようと一生懸命引っ張られるわけですね。特に日本なんかいてたら、はい、道徳的には丸を求められますんで、いわゆるみんなで仲良くして、はい、一人が抜きんでずに組織チームで仲良く和気あいあいと成果作るにしてもそうだよね。仮に成果が出なくてもみんなと幸せにお互い様っていうのでやっていかないと、ちょっと頑張ったらお前は何やって自分のことばっかり考えてって言われるような、ちょっとそういう道徳的なところでの育ち方するんで、特にそういうところに望まれます。これは資格の方でも苦労されてるんですかね、子供の頃は。でもこの生年月日から見るとなると、丸四角三角っていうのは3等分にあるって考えられるんですか。はい、本当はもっと細かくてですね、はい、僕らあのいわゆるマスターと言われる人たちは1200タイプでいます。うわ、1200、すごい、はい、ただまあすごくざっくり、はい、例えば僕細かく言えば大阪市淀川区出身の、それも町内会的には重曹中学で、野中小学校という町内会に育って、野中南一丁目にで生まれて学校通ってたみたいな感じなんですけど、ざっくり言えばアジア人ですよね。黄色い肌の、でもそのアジア人っていうのと丸四角三角っていうのは全く関係ないじゃないですか。まあ、違うんです。例えばで言うんです。だからざっくり言えばアメリカから見たら僕らアジア人ですよね。そういう括りで言えば、はい、まあ、丸四角三角、大分類として3タイプで、それっていうのは統計学的に見て3分の1ずついるんでしょうか。はい、日本はね、あの国勢調査があるので、はい、ちょっと僕が一緒に仕事をしてる人がそのデータからプログラム組んで解析してもらったんですよ。うん、大体3分の1でした。あ、そうなんだ。日本は国勢調査があってればですよ。はい、でも四角が若干日本人多いみたいです。へー。で若干三角が少ないんですけど、はいはい、まあ、でも大体3分の1っていう。そうなんですか。日本はですよ。はい、でも日本が四角が多いってちょっと微妙な、なんか丸が多いのかと思ってました。あの文化風習は道徳的な、はい、まあ、これ儒教から来てるのかも分からないですし、まあ、その後の歴史的なところもあるんですけど、もう完全に丸が住みやすい国です。うーん、僕らは普通にいい子やなって言われて育ってきましたけど、四角や三角の人は子供の頃はかなりご苦労をされてるというか、ちょっとちゃうねんけどって思って言いながら、そういう質が後天的にされてる、まあ、みんな一緒っていう風に育てられてきて、そうです、丸くなりなさいみたいな感じなんですね。日本はそうですね。じゃあ他の国で言うと、例えば四角はですね、はい、例えばで言うと、まあ、アメリカ人ですね。うん、いわゆる合理主義、競争、切磋琢磨、はい、いわゆる勝ったものが生き残れる、負けたら頑張らないと君たちは、はい、ちゃんとから勝者と敗者が割と明確ですし、はい、負けたからといってそこをバネに頑張れる方々ですね。でもその資格が日本に多いっていうのは微妙ですよね。やっぱりそれは育った環境で資格の本領を発揮できてないから、なんとなく普通が嫌になっちゃったわけ。僕中小企業の経営者向けの研修とか就労研修とかやるんですけど、資格、はいはい、の経営者はその丸っぽく生きなければならないっていうので、すごくいい人のふりをして、いい人ではあるんですけど、いい人でなければならないって言って、例えば宴会でも最後まで付き合ったり、うん、話したくもないことを誰々話したりとか、うん、もうまだやって分かってるのに自分の中では付き合ってて苦しくて、例えばある北陸の方の損害保険の代理店さんなんですけど、めっちゃど資格なんですよ本当は、はい、でもまるでなければならないので一
人に付き合いばっかりしてて、看板にも人に光に愛を形にとかなんか入れて、はい、めっちゃ丸やんと思って、誰か特定されてしまいますよ、そんなこと言ったら。あ、いいんですか、中村俊夫さんって言ってるんですけど、はいはいはい、やっぱりそこが足かせになってて、ほんで、まあ、勉強しに来てくれて、もちろん社員のマネジメントも営業的なものも使えると思って、資格は使えるから習いに来ますんで、使えると思ってやって、そこを排除して最低限の人間的なお付き合いをして、あと無駄だと思うか、例えば今日は9時で帰るから帰る、で無駄な付き合いはしない、だらだら営業もしないって決めたら、業績むちゃくちゃ上がって、人数的に一番最高の売り上げを上げて、某損保会社でトップ成績を上げて、まあ、トップに近い成績、上の方上位ですよね、海外連れてモテましたね。あ、そうで、数字が上がったのももちろん嬉しいけど、しんどくなくなってきました。無理に人に合わせなくて。そう、そうなんです。でもその日本って本来資格が多いんだったら、もっとなんか企業なんかもバンバンやってそうな気がしますけど、これがですね、ビジネスの世界に入ると、今ビジネスのスタイルっていうのは、はい、まあアメリカ、ヨーロッパっぽくてですね、特にアメリカっぽくて、いわゆる資格のスタイルが標準とされているので、日本人ってその子供の頃は丸的なしつけをされやすいんですけど、ビジネスの世界入ったら資格がめちゃくちゃ生きやすくなるんです、うん、でそこで弾けて資格通り生きる人はいいけど、子供の頃にしつけを丸されてるんで邪魔するんですね。だから小さい頃に資格の子っていうのは、あんたはもう自分のことばっかり考えてって、勝ち負けばっかり言って、すぐお金のことを言うとか言われてしつけをされてくるのに、ビジネスの世界になったらそれが生きるんですよ。私もだから自分で会社しながらも、はいはい、別にお金を追ってないので、はい、お金って追わないとたまらないじゃないですか、ある程度、はい、まあ必然についてくるなという意識があって、はいはい、あ、でも成績上げてビジネスって言えるんだなっていうのを割と最近まで分かってなかった、はい、世の中の会社がそんなに潰れてるってことも知らなかった、うん、なんかまあそういう意味では恵まれてたのかもしれないし、うんうん、あの甘い中で暮らしてきたからだと思うんですけれども、はい、実際結局は成績上げてなんぼなんですよね、はい、ビジネスはね、はい、じゃあやっぱ資格の方ががいいと風にされてるんですけど、でも実際ビジネスっていうのはそのもちろん売り上げを上げないと継続ができないので、はい、そこは大事なんですけど、うん、じゃあ世界で成功されている方が必ずしも資格かっていうとそうでもなくって、どういう人が多いですか、世界で成功、まあ、ジャンルによってね違うと思うんですけど、成功のね、そのね、うん、成功っていうのはいろんなタイプの方がしてるんですけど、はい、その自分の持っている例えばこの3タイプ、うん、丸、四角、三角のそれぞれに素直に正直に、やって、でそこの足りない部分を例えば経営幹部であったりビジネスパートナーであったりが補っている方ですね。なるほど。だから資格は確かにお金儲けもうまいし会社も潰さないんですけど、ちょっと冷たく誤解されるところがあるので。で経営者は資格の方がいいんですか。いや、それはだからあの丸でも三角でも四角でもいいんですけど、サポートする方が違うタイプの方が必ずいらっしゃいます。これって3種類がいた方がいいんですか。できればいた方がいいです。なるほど。例えばその、まあ、同じ会社にいなくてもパートナーでもいいですよね、はい、でもその3タイプがうまくコラボレーションを起こしてシナジー効果、相乗効果を生んでこそでないと成功はしないですね。どっかいいところがあればどっか悪いところが必ず両方ありますので、うん、だからあの西洋的に言うと西洋合理主義って僕教えてもらったんですけど、右か左かいいか悪いかですね。で東洋的な考え方というのは、まあ、東洋哲学っていうのは物事にいい悪いはないと、じゃあどっちが一方的にどっちが悪くはないと、一つの物事にいいも悪いも両方存在しているんですね。だから一つの出来事に僕たちとらわれすぎるんですけど、ここにはいいこともあれば悪いこともある。でいいことが出た時に実は悪いことも潜んでるから、ここは備えよう。悪いことがあった時実はその裏にはいいことがあるので、そこをいかに出るようにしよう、まあ、これあの陰陽五行のマークって何かご存知ですかね、はい、この丸いやつの真がたまの、はい、この中に白と黒があって、はい、真ん中に点があるのことですか、うんうん、白い中はこれ光なんですね、はい、光、日の当たる部分、この中に黒い点がある、幼虫に陰ありなんです、うん、で黒いところは影なんです、悪く見えたり陰性なんですけど白の点があって陰虫に陽ありなんですね。だから出来事にとらわれない、どちらの部分もある、でもどちらかに出てることが多い、半分ってことはないっ
ていうところがありますので、物事ね、それをいいと捉えるか悪いと捉えるか、その人によるし、その時の環境によりますよね。そうですね。だからその時の環境によって良くも見えるし悪くも見えるし、うん、いい出来事にも出るし悪い出来事にも出るんですね。だから良いことがあったら備えようでしたけど、悪いことがあったらいかにそれを良くするか、これを、まあ、陰中に陽を愛、陽転させる、陽に転ばすっていうんですけど、まあ、じゃあやっぱり陽がいいってことですね。陽が現象的に、うん、いや、まあ、どっちがいいとも言えないんですけど、まあ、それを言い悪いっていうことで陰陽にすれば陽が良くて陰が悪い、もちろん男女とかどちらが言い悪いじゃない場合ももちろん多いんですけど、だからそういうことで四角の中にもいいとこもあれば悪いとこもあるし、丸も三角もいいとこもあれば悪いとこもあるんで、このいいところをどう使うかっていうことですね。なるほど、深いですね。じゃあちょっとまず曲を聴きながらまた次に進みたいと思います。はい、はいはい、続いての曲、沢田研二さん、勝手に仕上がれです。いいですね。壁際に寝返り打って背中で聞いている、やっぱりお前は J-POP Shower。 J-POP シャワー金曜日、ボイスホビークラブののりこがお送りしております。今日の雑学講座のお客様は一般社団法人 STR コミュニケーション協会理事長の志和信之さんにお越しいただいております。志和さんはもともと保険会計のお仕事されてたんですよね。90年代は保険の代理店をやってましたね。はい、損保。損保ですね、はい、当時経営ができなかったので。経営っていうのは、あの政府と損保両方やることが当時できなかった。そうそうそう、庶務省も全部別でしたよね。はい、97年の金融ビッグバンか何かあの辺やったと思うんですけど、はい、あの辺で乗り合いができるようになったんで、後で生命保険もやるようになるんですけどね。その頃にじゃあ外資系の生命保険が入り出した時代ってことですか。そうですね、そのちょっと前ぐらいから入って、昔って日本の生命保険会社しかいなかったですよね。そうですね、まあ、ちょっとあったんですけど、うん、まあ、でもほとんどないに等しかったと思います。すごいなんか保険会社っていうのは守られてるところみたいな感じだったんですけど。そうですね、ご祖先団方式とか言われて守られてましたね、はい、差がなかったですからね。うん、じゃあその実際保険からこっちの方向に移ったのはなぜですか。はい、もともと保険の代理店をやってた時に先輩からこういう誕生日を使ったもんで数字が上がる言うて、その先輩資格タイプやったんですけどね、はい、すぐもう結論からお金のことから話するんで言われて、僕丸タイプじゃないですか、何を言うてんのかなと思って。それぞれ自分ではしなかったんですか。いや、やってました。めっちゃ勉強してて研究してて、はい、お仕事ではなく趣味で。お仕事、その仕事に使うためだと思いますよ。もちろん趣味でもあったとは思うんですけどね、はい、でやってて教えられて何のこっちゃと思ったんですけど、たまたま家族のデータを出してもらった時に、僕はあの子供が2人男の子いるんですけど、当時幼稚園ぐらいの時に長男が1人だけ僕ちょっと懐いてなくてですね、でデータを家族の出してもらった時にもうそれを見抜いたんですよね。長男は何だったんですか。三角タイプで、はい、いわゆるちょっとエネルギー的な、まあ、適応値というものがあるんですけど、僕との差が大きくてですね、僕の方がちょっとボリュームがあるというかストレスを与える方のタイプで、まあ、パワフルな感じで、息子がデリケート でちょっと僕に対して、まあ、それが原因だっていうことを言われたんですけど、非常にストレスを感じててすごく怖いと思ってるかもしれないと言われて、うんうん、いや、なんでそんなこと分かるんですかって言って、じゃあどうしたらいいですかって言ったら、対処法を何個か教えてもらって、やったら1週間で子供めっちゃ懐いたんですよ。それもね、誕生日で、まあ、僕もそうなんですけど、30代ぐらいの男ですから小賢しいですからね、こんなもん誕生日占いやんとか思って一番仲間内でバカにしてたんですけど、はい、僕がその効果が1週間ですぐ出たもので、はい、あれ不思議ですね、効果出たらもうなんかバカにしないんですね、現金なもんで、これ使えますねっていう話になって、
まあ、関西人ですよねそのあたりね、はい、うん、でもう現金なもん で、はい、でそこからこれからちょっともっとデータベースも作って、はい、まあ、今手計算とかでやったりしてるけど、もうこういうのはもうあの計算ですぐコンピューターでできるようになるから、まあ、90年代後半なんですかね、で作っていくしいろいろ展開も考えてるからって言ってたから、僕ちょっとぜひそれ勉強したいし手伝わせてくださいって言って、まあ、保険やる方は、まあ、その方も保険の代理店だったんですけどねっていうのを混ぜてもうて、で、まあ、そういう仲間十何人ぐらいで一緒に勉強させてもらいながら、それが何年ぐらいですか？90年代半ば、はい、半ばかもう終わり、終わりぐらいの、それこそ生存簿解禁の時は96年7年ぐらいですかね、うん、はい、96年7年、はい、それぐらいですね、はい、1900年、はい、でやってたのがで、まあ、移ったというか始めたきっかけはそれですね、はい、でもじゃあその方はなんで今教祖というかトップにいないんですか？あ、亡くなったんですよ。亡くなった去年、一昨年かな、交通事故で。あら。でやり方が違ってたんで、僕インターネットの方にこのデータベースを使う風な商売に行ってしまったんで。その方ははあのまた違うスタイルで。あ、じゃあ根本は一緒だけれども表現力が違うというか。そうですね、もちろんその方にも師匠がいてたりしてたらしいんですね、はい、僕ちょっと誰かあんまり分かってないんですけど、あの勉強したとこがあって、はい、で自分が勉強してきたものをもっとちょっと自分なりにアレンジしたいっていうことで、その方もあのちょっとコンピューターの詳しい同級生の方とやってて、でそこにまあ僕ら後輩連中が、溜まってたっていう、なんか自動車工場でやってたんで、自動車工場、あの、はい、あの損害保険で自動車工場の上がりが多いじゃないですか。あ、そうなんですか。多いんです。うちの親父も自動車工場やったんで、その僕はあとやれへんか言われて代理店やったのもあったんで、あ、なるほど。だから自動車工場になんかあの若いやつからおっさんから集まってね、うん、なんか不良の集まりみたいでしたけどね、そんなんがきっかけでやり始めて、で、まあ、それぞれのスタイルでまた分かれていくんですけど、ね、でも周りから見たら何やってるんやろこの人だって思ってたんでしょうね。いや、まあ、あの怪しい、見てたら怪しいでしょうね。いきなりスーツ着たやつが世の中バー集まってきますからね、はい、怖いですよね。怖いですよね。ちょっと間違ったら違う方向って、まあ、違う方向あったかもね、はい、確かに、うん、はい、あ、それででもそれでそれを本業にするっていうのはすごいことじゃないですか。いや、それはもう流れですね。まさかそんなこと思ってませんよね。その僕は自分の子供とかそういうのに使えてて、はい、あとはまあその後は僕もやっぱり営業で使ってましたから、僕は誕生日が手に入りますからね。そうですよね、うん、だからまあその辺が保険会社さんなんだろうなっていう。そうですね、もう僕らは誕生日はもうね、うん、あ、それ思うんですけど、ね、日本人って誕生日に対するどういうのかな、付加価値っていうものはあまり持たないけど、中国人は絶対他人に誕生日を明かさない。教えないです、ね、中国人っていうかあの大陸の人は、うん、その貴重さを分かってないんで、うん、割と教えます。で、はい、生年月日なんで何座とか言って、向こうの上海は教えるんですか？上海知らないですもん、これの大事さとか貴重さは。いや、でもタイにいる中国人でも毎年お誕生日変わってますよ。だから、うん、そのもともと中国共産党があのいわゆるね、あの中華人民共和国を作ってからっていうのは文化大革命で、こういうのはまあいろんな諸事情で勉強したらあかんことになってたんで、だからこれだから多分最近までこういうことをやったらちょっとあの政府から疑問視されるようなことはあったと思うんですよ。なるほど。でだから40代ぐらいで僕研修会社とかでもまあいろいろセミナーとかさせていただいたりするんですけど、そこで中国人の講師がこんな知らんかったって言います。ただ香港、うん、台湾、まあ、それこそ東南アジアで、華僑の、まあ、末裔であったりとかそういう系の人はもう誕生日っていうのは教えないですね。なぜなら滅ぼされるから、うん、自分の弱点までああいう深くやるとあの別れると損なんで。だからまあこっちでもそういうのがバレると、うん、自分の弱ってる時にビジネス持ってこられてやられたりとか、はいはい、黒マジックかけられるからとかでも昔聞いたことありますけど、はいはい、あ、まあ、スピリチュアルにカッコつけることもできるでしょうね、うん、相手が弱ってる弱点っていうのをつくことができるっていうのはこれ香港でも僕教えてもらいました。だから教えないんだよって。で日本で研究してる大学の先生が若干いらっしゃるんですけど、絶対誕生日教えないです。だって日本人ってもうそういう意味ではすっごい誰にでも誕生日、なんか本書いたら誕生日、何でも誕生日出てるじゃないですか。これ日本人って情報ダダ漏れって思ったことがあったんですよ。 Facebook みんな書いてますからね、うん、まあ、僕も明かしてますけどね、はい、あの
まあまあ、STR はね、その人を殺すとこまでは精度ないんで、うん、でも本当はもっと生年月日っていうものの、その重要性っていうのはちょっと考えないといけないのかもしれないですよね、はい、だってそれによってこの丸四角三角も変わるんだったら、うんうんうん、あ、この人四角だからっていうふうに、うん、分かっちゃいますからね。分かりますね、まあ、僕たちはそれを分かり合うことでうまく平和利用しようっていうところがあるので、うん、で、うん、であのほんまに人を貶めれるところまで行こう思ったら、もうこれはそんな、あの、なんていうんですか、5年10年勉強した人では無理ですね。もう30年、うん、40年やってるような人でないとそこまでは使えないですよね。なるほど。だから僕らはそれをもっとシンプルにして、はい、使いやすくして、うん、日々の参考になるようにという感じにしてますね。じゃあもうだんだんその保険代理店やりながらそっちに実際の成果を持ってのめり込んでいったと。最初は保険代理店の中で使ってたけど、はいはい、保険の代理店をやって僕は、保険代理店から保険仲立ちに保険ブローカーっていうのが、まあ、日本でも解禁になって、そっちをしようと思って僕は代理店を父親に返して、返してというか合併して、はい、代理店とブローカーって違うんですか？保険仲立ちに、保険代理店っていうのは基本的に保険会社の商品を売る人たちなんですね、はい、保険仲立ちにっていうのはお客さんのリクエストを受けて保険会社と交渉したりして保険を作らせたりとかするのが保険。だからお客のリクエストで、まあ、簡単に言うとですよ、すごく雑ですけど、はい、お客さんのリクエストに対してそれに合ったあの保険設計したりとか保険作らせたりとかあるものを組み合わせたりするのが保険仲立ちになるので、フィーとしては基本的にあのあれなんですよ、お客さんからもらうんですよ。あ、仲立ちの方は、はい、でもちろんコミッションも保険会社からもらうんですけど、はい、で代理店というのはあくまでも保険会社の代理店なので、うん、まあ、販売代理店ですよね。商品を売るっていうことですよね。そうです、そうです、そうです。でも最近なんか、まあ、保険の話になっちゃいますけど保険を乗り換えるための会社みたいなのもありますよね。この保険入るよりもこっちの方がいいんですよみたいな、まあ、今乗り合いがね当たり前になりましたんでね、うん、だからこっちやめてこっちの方がお得ですみたいな、はい、僕らの時代って乗り合いってよほど力ないとできなかったです、はい、もうやめろですよ、ね。であの保険代理店が僕なんか三井会場当時、はい、今は三井住友ですけど、うん、その代理店にとってもし調子こいていや僕ちょっと東京会場とって言ったら契約全部取り上げですから、ね、あ今なんかもう多種ですよね。まあ、今も乗り合いが大きいところで小さいところではなかなかちょっと大変になってきましたね、うん、僕らの時代はええ時代でした。昔ってなんかみんな日本人で保険入ってたけれどもだんだんお金なくなるとやめていって、はい、あの簡易保険がいいよとかなんかもっと簡単なものになってましたよね。デフレが続きましたのでね。でもまあそういう風な感じでそっちに行って、はい、でもなぜ上海？はい、まあ、紆余曲折があったんですけど、はい、まあ、僕が、90年後半からやって、まあ、先輩たちと一緒にアナログでやってたんですけど、まあ、教えたりとかしてたんですけどこれはまあ実際うまくいかなかったんですよ。で僕はインターネット、これからインターネットかなと思って、まあ、そういうちょっと動きをしてたらインターネットがの会社に採用していただいていきなりまあ400万人ぐらいが使っているようなサービスのとこにデータベースを提供してですね、まあ、失礼な言い方ですけど、まあ、言うたら何ていうんですか、働かんでも食べるようになったんですよ。お金が転がってくる。いやもうだからそこは使ってくれるんで、はい、毎月、まあ、何百万か勝手に入ってくるような。でもそれってもともとその先輩がから聞いたもんじゃないですか。まだそこから先輩はまた別の方向に行く言うて、うん、で僕は僕でやるってでまたアレンジもかけてやったんで、うん、じゃあもう別に著作権とかそういう問題はない。ないですね。だからじゃあ著作権こんなないんですよ。誰でもできますよ。だって日本で俺オリジナルやとか言ってる人いっぱいいますけど、はい、そもそもフリーデータベースですか、名式自身が。例えばラーメン屋はうち以外やったらあかんって法律ないですもんね、はい、看板とか言うたらダメですけど、うん、商標権とかはね、うん、ラーメン屋で修行して自分が味をちょっと変えて魚介類のこんなん足してオープンして流行ったから言うて前修行してた醤油ラーメン屋が売ってるってことはないですよね。そんな感じで、うん、だから僕はラーメン屋ですよね。なるほど、はい、修行して。じゃあ未だにその一緒にやってた仲間たちは違う形でやってるんですか？やってる人もおるし、もう趣味で終わってる人もおるし、まあ、個人的になんかコンサルやってるやつらもいると思いますね。あんま分かんない。なんかインターネットの方に行ってビジネスになったのは僕だけでしたね。なるほど。
ちょうど流れに乗って、そうです、まあ、まあまあそれもご縁ですね、まあ、丸らしく、うん、何が損かなんかどうかわからんけど、うん、仲良くしてたら、うん、トントンと大手商社に行って、はい、でそこからのそこの子会社というか、まあ、そこの関連会社のとこでまたプロデューサーとの出会いがあって、翔さんこれ面白いですねやりましょう言って、他になんかそういう系は大手来てたらしいんですけど、たまたま人間関係で、うんうん、なって、でそれで僕、まあ、あの2007年8年ぐらいまでは、まあ、あの本当にありがたいことに毎月何百万も入ってたん で、はい、でそれで社員さんだけ一緒にデータベース作ったりした社員さんだけ追って、あと僕はあの、まあ、どっちかというと野球好きなんで、はい、野球関係のことを立ち上げようと思って、その人脈開拓であったり、まあ、実際野球して遊んだだけなんですけどをやってた。で2008年ぐらいに、まあ、ちょっと契約見直しになって、まあまあ、ガクッと減るわけですよ、減り始めるわけですよ、まあまあ、機会か働こうかなはおかしいですけど、なんか次の新しい展開したいなと思っていろいろやってる時に、2010年に上海に2月に、行くんですね。それは旅行でですか？いや、僕は友達作るよりはおかしいんですけど、あの中小企業の経営者が勉強するような会とかはよく行ってたんですよ。でそこで僕の本当に師匠にあたる方がいらっしゃって、でこの方が、まあ、上海で研修するっていうの でそこのウェブ周りとかもちょっとお手伝いさせてもらったんで、ちょっと僕も連れてくださいよって言って連れて行ってもらって、上海を見て、次俺ここでそういうインターネットの商売をしたいなと思って、で、まあ、先輩もいてたんで、そこの事務所をちょっと曲がりさせてもらって、2010年の、10月から、そのインターネットの仕事をする目的で、このデータベースを使って目的で、上海に住み始めた。ちょっとご家族も、いやいや、あの家族は大阪に単身で、はい、単身 で、まあ、あの後輩とか仲間と一緒に動いたんで、はい、うん、はい、うん、でそれからじゃあ、あの当時は上海に住んで、じゃあ今はベースはどこですか？今ですね、それはですね、ありがたいことにですね、日本でやるつもりはなかったけど、結局こういうデータベースが途中で研修ベースでやるようになって、でそれを聞きつけた仲間がこれ日本で広げようやいう話になって、で、まあ、日本の代理店をやっていただく仲間が何人かいてて、そこに呼ばれて講師として行き出して、それが広がってしまって、なぜか上海が今は月に1回1週間ぐらいしか入れないという。なるほど。でもう手が足りないんで、今はちょっと講師を、でもなんか話聞いてたら、普通だったら何かのそういう協会をね、基礎から作って組織仕組みを作って広げようってやるのに、志和さんの場合は勝手に転がっていったみたいな。そうですね、悪い言葉で言えば無計画ですね、はい、いやでもそれで着々と伸びてるっていうのが、なんだろう、天命だったんですか？いや、ゴールが、はい、やりたいことは明確にあるので、あくまでその、うん、もう本当に不愉快になられる方もおると思うんですけど、仕事なんて手段にしか過ぎませんので、うん、もちろんご飯食べるためですし、生活だから、まあ、その仕事がゴールの方もいらっしゃるし、まあ、人それぞれですもんね。そうですね、僕は言っちゃって大丈夫ですかね、後からちょっと後から出したいな、はい、そこの目的があったので、うんうん、そのために上海という手段はありと思ったんです。なるほど。その僕がやりたいことのために。でも結局広まってるのは上海じゃなく今日本ってことですよね。その目的を達成させれば別にどこでもいいんです。はい、上海でないといけない理由はないんで。だから結局その最終目的のための資金がいるっていうことなんですね。はい、まあ極論はお金は人の金でもいいんですけど。あ、なるほど。やっぱり力ですよね。力と影響力の中にお金も入ってくりゃ。政治力も入ってきますし、うん、そのために、まあ、一つ、まあ、選択肢として選んだのは上海の移住だったんですね。なぜ上海なのかっていうのがね、ちょっと未だに分かりにくいですけど、まあ、インターネットで僕がやらせていただいた日本のサービスは、はい、まあ、結婚系のサービスであれば、うん、僕がやってたところは確か3万人ぐらいだったんですね、ユーザー数が。でその結婚サービス的なところで2010年の段階で中国では30社ぐらい乱立してて、はい、最大手は一番でかいところが2000万人超えてたんですよ、会員数が。あ、じゃあこの上海っていうのはこの丸四角三角を実際に中国人にも使ったってことなんですか？いやいや、それは他社違うんですよね、で、うん、そういうのに例えば日本で 2,3 万人のところで、はい、
やってるより2000万人ぐらいのところに行った方が、うん、もっとニッチを狙っても可能性はあるかな、うん、でこれからやっぱりインターネットで、当時僕がいた頃ガラケーでしたからね、うん、これが多分コンピューターというかインターネットも広がるのは分かってたし、でも上海に行ってターゲットは上海の日本人だったんですか？違います、現地の人、もともとはだからこんな今やってるような研修事業をするとは思ってませんでした、うん、単なるそのデータベースをどこに提供するか、そうです、そうです、でもそのターゲットは何人だったんですか？中国人、中国人、やっぱり中国人、ただ僕は日本語しかできないのと、はい、やっぱりあの僕が伝えるっていうのは日本人なんで、中国人で日本語のできる方が日本人だったん でその中で研修したらええよって、中国人の方も間いっぱい来れたんですけど、僕を日本に連れてか行こうとしたのはまた日本人の仲間だったん で、まあ、順番的にそっちが広がってるだけで、はい、でも中国なんてその結婚ビジネス、特にあの一人っ子政策で結婚できない男の人がいっぱい余ってるから、はい、すっごいいいんじゃないですか、結婚ビジネスっていうのは。そうです、そうです、もちろんその辺のリサーチは多少していったんで、うん、まあ、純粋にあのいいも悪いもあるんですけど、マーケットでかいし、あの成長はすごく見込めると思ったんで、まあ、そこからまた変われば変わったでええわと思ってたんで、動かんことには始まらないんで、なるほど、考えても、ね、その通りって全くならないっていうのは、まあ、僕の経験なんでね、うん、でもどこへ行きたいかだけを決めて動いてれば、うん、まあ、はっきり言って51年生きてきましたけど、うん、まあ、形になるんで、あとは下手くそか上手かだけのことなんで、うん、道筋は実はあの持ってるつもりなんですよ、うん、まあ、持ってます、はっきり言って、うん、はい、もう死ぬまで、ね、やること決まってるんで、うん、はい、じゃあ曲を挟んでそのあたりをお伺いしたいと思います、はいはい、ありがとうございます。続きましては澤田研二さんの曲 TOKIO をお送りします。J-POP シャワー金曜日、ボイスホビークラブののりこがお送りしております。今日の雑学講座の客様は一般社団法人 STR コミュニケーション協会理事長の志和信之さんにお越しいただいております。でですね、そのどういうんでしょう、なんとなく別にそれをやろうと思って来たわけじゃなくって、はい、なんとなくその波に乗って、はい、本当の波に乗ってここまで来られて、はい、でも最終の目的はぶれない、はい、その最終の目的って何なんでしょう。まあ、最終かあの途中ですね、ショートゴールですけど、プロ野球の球団のオーナーをしたいんですね、うん、すごい。でもプロ野球の球団のオーナーって、はい、それこそ昔ホリエモンさんがね、はいはいはい、やろうとして失敗しちゃって、はい、知らないうちに楽天ができちゃったみたいな、なんかちょっと、はい、どうでしょう、グレーな、わからない部分っていっぱいあると思うんですけれども、はい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 、今からその球団を作るって言ったら、日本の場合だったら12球団の中のどれかを買い取るってことになるんですか。はい、一つはそれですね、選択肢はそれですね、はい、他にももう一つはあの各球団拡張で16球団をしようかっていう話が、まあ、具体的にあるんですよね。でもなんかたまにテレビでね、ニュースで見ててもその球団によって草野球じゃないのに人入ってないじゃんみたいなところもあるじゃないですか。はいはいはい、その増やしたら増やしただけまたもっと経営苦しくなるんじゃないですか。アメリカって何球団あるかご存知ですか。知らない。30球団でもなんかアメリカはどうなんでしょう、もっとファンも多いのかなみたいな、人が多いのかなと思ったけど、人口はね2倍強ですか、もっといるのかな。いや、あのやり方だと思いますよ。でも J リーグなんか見ても、例えばですね、もちろん日本の野球のように大きくないけど、例えば地方にですねクラブチームができて、もちろん選手も給料ないから働きながら、であとはいえ J1 であっても磐田とか鹿島とか、じゃあさほど人口が多いかというとそうでもないのに、まあ、ちょっと野球とサッカー一緒にできないですけど、できなくはないんですよね、多分やり方でしょうね。あの野球って、私そういえばプロ野球って、はいはい、見に行ったことないんですよね、はい、あ、そうなんですね。ないですね。あの割と甲子園近くなったんですけど、はい、あのその兵庫県だったんで、
高校野球の地区予選に甲子園行ったことあるんですよ、はい、甲子園を生意気にも甲子園を使って地区予選にうちのチームが出た、はい、兵庫県でね、上の方まで行けばそうですね、そうなんです、はいはい、それで行ったことがあるぐらいで、あの野球見るっていうのは、はい、チケットって一体いくらぐらいかかるんですか。ピンキリですけど、はい、日本で東京ドームだとネット裏が8000円ぐらいですかね。パリーグだともう少し安くて6000、5000とかいうのがあるかもしれないですね。ちょっと僕忘れましたね。あの父が大の阪神ファンで、神戸新聞取って阪神ファンで、素晴らしいです、もうずっと言ってましたよ、阪神の応援素晴らしいです、素晴らしいですか、はい、で 尊敬します。母と姉たちが巨人で、はい、末っ子の私は別にどっちでもいいや、はい、みたいな、はい、だったんですけどね。もうそれだけ野球が好き。そうです、これはもう完全父親の影響ですけどね。ああそう、じゃあのちっちゃい時からあの巨人の星を見ながら。いや、まあ僕親父が阪神ファンなんで、はい、阪神を刷り込まれて、はい、巨人を憎んでましたね。でもあれでしょ、やっぱ漫画巨人の星見ませんでした。あとですね、あとでその時に、まあ、巨人の星で出てくる、はい、あの阪神側の花形光を応援してしまうという。いやでも花形光の奥さんの明子さんって昔お姉さんだったのに、そうです、ね、なんで結婚できちゃうのって疑問に思いませんでした。あれめっちゃ疑問でしたけどね。ああさすが女子ですね、はい、あの男子はそうかぐらいでしたね。あそうでした、はい、だってヒューマと花形光と同じぐらいの年でちっちゃかったのに明子お姉さん昔から大きかったのに、なんで光と明子お姉さんが結婚するのってすごくそこにちっちゃい時に引っかかり、玉の腰乗ってしまいましたよね、花形モータースの。ねえ、ねえ、だってあの差は10歳以上あったはずって思ったんですけど、ね、なるほど、結構花形光はやり手ですね、じゃあね。ねえ、そこに突っ込んでしまいましたけど、はい、野球で見てましたからね。あ、そうか、そこを当時は見てなかったです。今思えば分析するんでしょうね。ねえ、うん、いや、まあ、もちろんそういう野球漫画とかはね、うん、たくさん、僕らの時代はサムライジャイアンツとかあって、うん、だから大リーグ養成ギブスとかああいうのは見てましたけどね。あのなんかね、うん、ありましたね、ええ、まあ、僕らちょっと小学校の時は巨人の星はもう終わってて、はい、でまあその復活版があったんですけ ど僕らサムライジャイアンツとか、あと野球漫画系、野球教の歌っていうドカベン書いた、ね、はい、水島新司のとか、ね、あんなんの時代ですね、うんうん。結構ちっちゃい子ってその漫画とかを見てサッカーに行くか野球に行くかって分かりませんでした、男の子。いや、まだサッカーの時代じゃない。僕らの時代は ほぼ野球ですよ。少年野球の時代ほぼ野球ですね。だから少年野球チーム入らなくても、うん、僕ら近所 のいわゆるグラウンドというか広場で、はいはい、みんな終わったら野球するのが普通でしたよね。草野球を、草野球を、あのもちろんみんながみんなしないですけど、うん、でもほとんどの男の子は野球してましたよね。その空き地がいっぱいありましたからね。でも実際野球ってオリンピックとかいろんなことで考えても、はい、9回まで長いんじゃないかって話も出てません？長いと思わない？9回9回の裏までやるっていうと結構時間かかるじゃないですか、まあ、でもああいう形ですからね。もうそれはそれであれはまあ慣れたら僕らにとっては普通ですけどね、ああいうもんだっていうのが、うん、はい、何かと比べたら長いのかもしれないですね、うん、だからテレビで放映するときに全部やる、はい、でもなんかクリケットで3日ぐらいするって言いません？クリケット3日 ?3 日とか2日とかお茶飲みながら途中で優雅に、まあまあ、すごい、あの時間のある方々のスポーツなんでしょうね。なるほど、うん、インドとかはね盛んらしいですけどね。でもそのコミッショナーになるのがそのオーナーです。あ、オーナー、はい、コミッショナーじゃないんだ。コミッショナーどう違うんですか？コミッショナーコミッショナーは一番その12球団を、はい、まあ、一応統括してる方。あ、一人しかいないの？一人で勘違いしてた。オーナーは、はい、まあ、12チームがあれば、はい、12人いらっしゃるという、はい、各球団の、まあ、所有者という。オーナーだから所有者なのかな。オーナーって各球団に監督がいるじゃないですか、はいはい、やっぱオーナーっていうのはその上に、まあ、まあ社長会長みたいなもんですね。会長みたいなもんでしょ。 株主権 CEO、はい、会長みたいな。じゃあそのオーナーになってがその途中だったとしたら、はいはい、最終は何なんですか？いや僕ね、だからその野球のオーナーなんのも手段なんです。手段、おー、だから野球のそのまあ、僕ファンなんですけど、めちゃめちゃ、はい、でファンの友達、アホみたいなファンの友達がそれを仕事にしてる人から野球選手までいっぱい仲間いるんですけど、もっとこう僕の思うような面白い野球の世界にしたいな。じゃあ今のプロ野球とは違うんですか？いや、今も面白いですけど、もっと追求したいなって、うん、例えば
あの一番の、ね、動機っていうのが2004年に球団編成で12球団を減らすとか ありましたね、あの近鉄がなくなるとかいうのがあった時にですね、その方向性は僕は違うと思ったのと、あと同時に、まあ、僕の友人の大阪の近鉄ファンのやつが泣いてたんですよ、はい、おっさんが、なんでか、僕阪神ファンやから阪神なんかなくなれへんか分かんないんですよ、巨人ファンのやつも分からんと思うんですけど、もうじいちゃんお父さん僕の代までずっと応援してると、それがもう悲しくて仕方ないと思った時に、聞いた時に、あ、そうか、家族が死ぬような感覚なんや、大好きな恋人が死ぬような感覚、もしかしたら可愛がってたペットとか犬か、まあ何でもいいですけど、が亡くなるような感覚なんかなと思った時に、おいおいと、お前ら何で食うとんねんと、ファンが喜ぶからそれで金払ってもうてお前らやってるよなと、それはちょっとちゃうんちゃう、もちろん経営とかね、いろんなことがあるから、まあ、事情はまあ理解はできるんですけど、だからそのファンのことばっかり聞いとってもダメなんですけど、ファンは好きなこと言いますから、でもファンが泣かすようなんじゃなくて、もっとこう経営的にもねうまくいくような手法はないのかと。でもそれだったらオーナーじゃなくてコミッショナーやらないとそっちまで引っ張れないですよ。でもまず、12球団のオーナーの方のご意見で基本的に何事も決定されて、はい、これまあコミッショナーの方聞いてたら失礼なんですけど、はい、コミッショナーは日本の場合は基本的に球団のオーナーの中で力のある方から任命されてるから、ちょっと傀儡的な飾りっていうところに怒られちゃう、ね、まあまあね、はい、立派な方がされてるんですけど、現実問題はそうなので、例えば僕をコミッショナーに飾りにあっても、はい、まあ、あのオーナーの方々から君こう言っときって言われたらそうっすよねって感じになっちゃうん で例えば志和さんが望む12球団、はい、どういうのが素晴らしいでしょう、まあ、高校野球に近いと思うんですけど、オラガチームですよね、オラガチーム、あ、じゃあそれだったらあれじゃないですか、広島みたいに、はい、もっと地についたっていう、はい、そうですね、基本的に、まあまあ、そういうのはパリーグは今なってきてるんで、いいんですけど、あの、なんていうのかな、これちょっと批判になっちゃうと申し訳ないんですけど、はい、どうしてもやっぱりそのプロスポーツっていうのの文化的な側面が日本のプロ野球界にはあの成り立ちからちょっと説明になっちゃうんですけど、ちょっと違うんです、商業的なところが強いので、もちろん運営するためには商業的なものは必要なんですけど、あの企業名がすごく前に出るんですよね、はいはい、例えばヨーロッパとか、はい、まあ、そういうところを見たら基本的に宣伝はいいんですよ、運営するために、お給料も払わなあかんし、はい、でもなんかこう地域性というよりも球団、あの会社職が強いので、なんかちょっと会社の広告宣伝的であったりとか、なんかちょっと会社が偉くてファンがちょっとなんかあの下っ端みたいなところがあるので、でもまあ社会人野球でも何でも会社があるからやっていけるってことですよね、まあ、でもそれはアマチュアですよね、こっちはもうあの人を喜ばすのが商売なんで、だから僕のやっぱり友達の野球選手とかでも野球だけしとったらええいうやつはやっぱダメですね、人気出ないですし、まあ、若い時はそれでいいんですけど、年齢がいってくるとやっぱり野球で感動させることがもちろん一番なんだけど、いかに来ていただくファンの方になんかこう感動であったり喜びであったり嫌なことがあった時にでもすっきりするとか、そういうことを考えると、じゃないとそれは何千万何億ってもらえないし、もらう価値もないと言うたら玉遊びですからね、言い方悪いですよ、何の生産性もないですよ、でもそれを見て僕らは楽しかったり、なんか日々大変なことがあってもそこで結構楽しくなって人生頑張ってる人も多いと思うんで、そういう人たちが喜ぶようなものにするにはまだやり方、今はもちろんあの僕も楽しんでるしご苦労もされてるしってあるんですけど、まだできるんちゃうかな、だから否定ではなくってもっといいことができないかな、で、まあ、そんなこと考えても僕だけじゃない、僕の仲間とかいっぱいおるんで、とりあえず俺はそのオーナーの席をやらせていただくっていうことの役割をするわと、で他の仲間はまあできることいっぱいいるんで、あ、じゃあ一人でやるわけじゃなくてみんなでやるの、100人ぐらいいます仲間、じゃあその100人がみんなそのオーナーになったらみんな変わる、いやいや、オーナーの役割、みんな役割ですから、会社でもトヨタの社長が、ね、部品調達したり、ね、板金じゃないけど機械扱ったりしません、役割です、上下じゃなくて、じゃあ球団は1個でいいんですか、オーナーは
そのみんなでやること、とりあえずはまずは一つです。10人の席のうちの一つをさせていただいて、僕がまあ、はい、あのものを言わせていただいて、うん、ちょっとそのきっかけに ならしていただくっていうのがまず一つの目的なので、うん、その先にまだね、あの可能性が広がってくれば、まあ、それは考えればいいかなって。まあまあまあ、あの絶対はないですけどね。あの僕がなんか理想とするような、僕の仲間が面白がってくれるようなことにしたいというのが動機ですね。じゃあ高校野球のようにもっと純粋であればいいってことですか。でも実際にスポーツって、あのサッカーにしたって何にしたって、その辺の政治家よりもよっぽど影響力強いと思うんですよ。あります、あります。感動を与えますよね。ありますあります。だからそういうのをもっと頻繁にしたいっていうことですか。まあ、でもそういう意味で言うと教育になると思うんですけど、やっぱり小学校の時からうまくてチヤホヤされて勘違いしやすい若いやつ入ってきますから、まあ体育会系で礼儀は正しいですけど、そこは球団としての教育っていうのは必要だと思うんです。そこからしたいですよね。でも今どっちか言うたら、まあ仕方ないとは思うんですけど、やっぱり選手がなんか不祥事を起こした時に、まあええ大人ですからしゃあないですけどね、そいつの責任っていうこと多いんで、てめえの息子やと思って、うん、まあ、最初から面倒見れるような風なにはしたいですよね。あ、じゃあもうそこで悪いことしたからその人だけ切るっていうんじゃなくて、うん、もっとちゃんと育てろよってことですね。まあ、それ僕ができるかどうか分からないですけど、うん、それはしたいなと思いますよね、うん、どこまでできるか分からないですけど、いやもちろん今の球団の皆さんがそんなことはもう重々承知は思うんですけど、やっぱり仕組み的にちょっとできないこともあるんで、うんうん、今の方ができてないというよりもそれが構造的な問題であるならば、その構造的なところは触りたいなっていうのは、実は元プロ野球選手の OB でね、元阪神の方とかちょっとお付き合いあるんで、そういうことがしたいって考えてる人もいるんで、そういう方々にも選手の人なんて、はい、南国とかで自分が何、はいはい、年俸もらってて、だんだん言うこと聞かなくなるっていうこともないんですか。いや、あのそこまで稼ぐ人は人格的にも素晴らしい方が多いです。例えばほら今なんかあの清原さんがね、はい、あのああいうことになってるけど、うん、じゃあなんでプロ野球選手は支えてんねんって言ったら、はい、僕が聞いた話ですけど、やっぱり巨人の若手からずっと尊敬され続けてましたよね。清原さん今結局どうなったんですか。今どうなったんですかね、あの、うん、捕まっちゃいましたよね。捕まって裁判を受けて、うん、ほんで元ベイスターズの佐々木さんが、はい、まあ後見人みたいな感じで、うん、ちゃんと更生するの手伝うみたいな感じで、佐々木からしても貧乏くじやからやめとけって言われてたらしいですけど、やっぱそこは友情であったりとか、あの大阪の網焼きの佐々木さんとは、あ、そうじゃなくて、あの、はい、マリナーズまで行って、あの横浜ベイスターズですね、うん、あのやってた人で、だから人間的にやっぱり魅力あって、マスコミとのやり方が下手くそやったりしてて、うん、嫌われて叩かれる人いるんですけど、だってもう清原さんって私ですら名前知ってますからね。だからやっぱり好かれてる人が結局活躍の場を与えられるので、うん、活躍もちろんあの活躍実力があってこそですけどね、はい、実力があっても人間的に問題があったりとか勘違いしてやっぱり干されたりチャンスをもらえないっていう方もいらっしゃるんで、稼ぐっていうことははっきり言って野球だけ上手くても無理なんで、うん、僕が知ってる範囲で見ててもやっぱりあの癖はあっても素晴らしい風に磨かれた、帰った時はねチヤホヤされていきなりね何千万も儲けるんで若いやつも多いとは思うんですけど、教えてあげたらそんなの全然大丈夫なんで、うん、まあ、そういうところからももちろんしたいと思いますよね。でもいろんなスポーツでも、それこそあのバドミントンのね、彼なんかもめちゃくちゃもったいないですよね、はいはい、うん、結局それはもう、うん、人間ってミスは絶対するんで、うん、見づらくする、起きた時に周りがどんだけやってあげれるっていうのも、うん、気持ちはみんなあると思うんですけど、体制作らないとリカバリーしてやれないんで、でカバーがもう基本的にサラリーマンであることが多いんで、家族の生活あるんで、どこまでかばえるかいうのは責めれないですよね。で、うん、奴がちゃんと先頭ですよ。みんな多分ベストを尽くしてると思うんですよ。だけど仕込み的にまだ、できることがあるんちゃうかなって、僕ができるかどうかわかんないけど、僕はやってみたいんですよね。なるほど。だからオーナーの席が欲しいな。うん。それは大体何年後に？あ、まあ、計画立てるのはただなのね、2019年なんですよ、うん、僕は。2019年、はい、もうすぐじゃないですか。案外ね、前から計画立ってるんでね、だってあと3年ですよ。でもオリンピックよりも早いですよ。僕らの世界って1年で、うん、はい、まあ、僕らっていうのはその、まあ、IT とかそういうビジネスの世界で、はい、半年で行くやつは行くん で、 おで、まあ、そういう仲間と話してたら3年あるなって言うんですよ。あ、
3年なの。僕らも前から動いてるんですね、このつもりで、はいはい、うん、まあ、どんくさいですけど、いやいや、僕らのその業界の仲間から言うと3年あるなって、じゃあ確実なとこ行こうかって言って、うん、いろんなアドバイスくれますね、まあ、はい、作戦もあるんでね、うん、言えることはできる。そうですよ、どこの教団狙うとかね、やっぱりいろいろあると思うんです。そうです ね, ね、まあね、うん、そうですね、狙う、うん、まあまあもちろんなんかしたいなっていうところもありますけどね、うん、だから強引に買うとかそうじゃなくって、うん、そこのお手伝いというか、なんか僕が行くことでより良くなるっていうような、はい、まあ、ちょっと綺麗事かもしれない、まあ、ホワイトナイト的な感じの方がいいですよね、はい、なんか罠にはめてじゃなくって喜んでいただける形で、僕はなんかそこ、そういうところにっていうのが、ぬるいと言われるかもしれんけど、そうでないと嫌です。それで3年後にできたら本当に素晴らしいと思うし。そうですね、うん、野球ね、素質ある子ばっかりじゃないから、はい、そういうふうに反対側から支える人がいても、はい、マネジメント側の人っていうのも、そうですね、に夢を持つっていうのもいいと思うんですよ、はい、うん、素晴らしい、ありがとうございます。もうちょっともうリスナーの皆さんの前で公言しましたから、2019年あと3年、はい、19年年末ですね、はい、はいはい、私がじゃあ続けてたら、はい、あのオーナーになっても出てくださいね。もちろん、この番組、もちろん、もう、ね、もう一番に報告に行きますね、はい、ですね、はい、では曲に参りたいと思います、はいはい、続きましては沢田研二さん、時の吸いゆくままにをお送りします。金曜日、ボイスホビークラブののりこがお送りしております。今日の雑学講座はですね、はい、この STR コミュニケーション協会、こちらの方でもそれはちょっとまあ途中経過って言っておかしいんですけれども、本当の目的はなんと野球、プロ野球球団のオーナーという、はい、その大使を抱いてらっしゃる、そのしわさんにいろいろお伺いしたんですけれども、はい、でも願えば叶うんですよね。願わなかったら叶わないし、やっぱりこう有言実行って大事だと思うんですよ、ここで宣言するっていうことは、はいはい、うん、ですからあと3年、はい、とってもとっても楽しみにしています、はい、ありがとうございます。で、今度また今回ですね、タイにいらっしゃったんですが、はい、12月、もしかしたらタイでイベントやるかもしれないっていうお話があるんですよね。はい、そうですね、12月に、まあ、これ STR とは直接関係ないんですけど、はい、僕の友人の巨人の鈴木貴博君っていうのが、まあ、17年ほどの付き合いなんですけど、彼とちょっと講演会をちょっと企画しておりまして、12月中にやる予定で、まあ、それのちょっと根回しとご相談もあって今回バンコクの方に来てるんですけど、はい、うん、はい、まあ、もし決まりましたらぜひ野球好きの方ね、巨人ファンでも阪神ファンでもいいんですけどね、でまたスポーツやってる子供さんをお持ちの方とか教育者の方とか、まあ、経営者の方もね参考になるんで、また決まりましたらお知らせしますので、来ていただければと思います。で、反対に、まあ、まだ具体的に決まってないので、はい、自分も絡みたいっていう方にどんどんね声かけていただいたらいいじゃないですか、はい、例えば子供に野球教室やってとか、はいはいはい、こういうセミナーをやってとか、ソフトボールね、はい、男性たちみんなやってるから、そこでなんかコラボしたいっていう、そういう要望もいただいたらすごくいいかななんて。いいですね、12月全然できますもんね。そうそう、まだ先ですから ね, ね、いや一番寒気、気候的にいいんですよね。あ、一番気候がいい。わかりました、巨人軍の鈴木貴博選手と一緒に野球を、そうですよ、やりたいという方はぜひ
お母さんのフェイスブックまで、ね、だからそのね、本当に今からだったらまだ日にちあるから何でも、はい、できますよね。できますよね。あ、全然僕柔軟性ありまくりますんで、はい、どんな企画もお待ちしておりますので、ね、でスポンサーになりたいって方も募集ですよね。大歓迎でございます、ね、超手弁当でございますので、ね、12月ってただね連休が多いからそのあたりの日程作るのがちょっと難しいの で、 らしいです、ね、ここやめてねっていうのも早めに聞いておくといいかもしれませんよね、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ教えてください逆に、はい、いやそれでも私はなかなか、はい、マネジメントしてる時間ないのでつなぐだけ で、 で、ね、はいはい、よろしくお願いします、ね、はい、はい、っていう感じでお父さんこうバリバリやってるんですけど、はい、もうその幼稚園だった子供さんっていうのは今いくつになったんですか。24と3 25と4、あ、すみません子供の年齢覚えてないよ、はい、そのあたり、はい、そのあたりです、はい、そのあたり、じゃあもう社会人、社会人ですね、2人とも社会人で同じ方向には行ってます、全く違う方向。いやもう僕はやりたいことのために何やってもいいんで、うん、はい、長男はですねそのさっき言った三角の天才タイプなんで、うちは一切もう自由なんで、急に新卒で入った2年で会社を辞めて、はい、急に俺はアメリカへ行く言うて今アメリカ行ってます、ね、うん、アメリカで何やってるんですか。知らないです、行きたいから行ったらええやんっていう話。なるほど、はい、何やってるかよく分かんないです、はい、じゃあもう一人の方は、次男は丸タイプで、まあ、クソ真面目なんで、はい、なんか自分での夢を描きながらも慎重タイプなんで地味に働きながら勉強してますけどね、うん、あまり特になんかしたいもんだけを変化してもいいから見極めて、うんうん、俺が応援できることは何でもやると、うん、何も焦らんでえし何してもええから、人に迷惑さえかけんかったら何してもええから言って、だから決まったら言うてこいっていうような感じで、まあ、大阪にいます次男は。じゃあその男の子2人にとって、はい、シワさんはいいパパですか。一般的に言うとダメでしょうね、家いないですからね。ああ、そっか、ダメでしょうね。じゃあそういう思春期でいろいろ相談したい時にパパは好きなことをしていた。はい、まあ、いや、まあ、相談はないのでね、うん、国際電話でもできますし、はい、いや次男がね鬱になったんですけどね、一時クソ真面目なんですよこいつ、また僕と長男と違って、はい、うん、でもなったけどなんか死にたい言うて電話かかってきましたからね。あ、死にたい言うてるうちはええなと思って、でこいつ好きなんないやろ、とんで僕は STR とかやってるんで、はい、タイプ別対処法分かるじゃないです、はい、だからまあ一応それに従ってやったら、はい、割とさっと治りました。弓顔になる、はい、あ、じゃあそういう方にとってもいいわけなんだ。もううちは、はい、たまたま僕は知ってたんで、うん、彼なりの対処方法ができたので、うんうん、いや野球好きやったんで、はい、引きこもってたんで、はい、頑張り言うてもダメじゃないです か、うん、だから野球の試合ある時に、はい、行こうぜって言って一緒に行こうぜって言って行って、はい、やったらみんながやいや寄ってきて、はい、まあ、脳が健全化されたんでしょうね。あっという間に治りましたね。あ、じゃあやっぱ薬飲んでましたけどね。そこまで行ってたけど、野球行ったらもう薬ええわ言い出して、でもそこまで、そのもうちょっと前に気づいてあげてよお父さんって感じですけど。いや知らんかったっすよね、その家いないっすよ、ね、奥さんも、まあ、聞いてました聞いてました、はい、でまずいな、で病院とかも調べて、まあ、アドバイスはしたんですけど、うん、薬で飲んでてもまあええけど、お薬に依存しちゃうじゃないですかとか聞きますよ ね、 ね、僕もその医療は素人ですけど、うんうん、でも早かったっすね、まあ、結局、まあ、脳にとって健全であればね、うん、そういうのも、うん、まあ、うちの場合ですけどね、みんながみんなとは言いませんけど、そういうのはうちは役に立ちましたね。だから長男は僕が迫害してたようでしたけど、うん、やり方を変えることによってすごく健全化されて、次男は一時思春期にね、うつになりましたけどね、うん、だからもう仲良く今も3人で大阪にいるときは一緒に試合ゲーム出て、一緒にゲームもしてるし楽しく遊んでますけど、でも一般的にはダメでしょうね、特殊な親父でしょうね、うん、だからまあそれが反面教師になる場合もあり、はい、うん、と言いながらもお父さんを意識しながら多分息子たちは生きてね、まあ、絶対あると思いますね、うん、はい、まあ、でもなんかね変わった親父やけど、はい、ちょっと一般的に言うたら家族もほったらかしてって思ってるかもしれんけど、でもちょっとどっかで、うん、10のうち1でええから、うん、まあ、うちでも親父この親父でよかったなとか、うん、まあ、ちょっと誇りのに思ってくれてるようになりたいなというのは、まあ僕の妄想ですけど思ってます。なる、いや絶対それはちゃんと思ってますよ。そうですかね、うん、まあ、嬉しいですね、そうだったら、ね、うん、だってお父さんがどんどんそういうふうに大きくなると息子にしたら絶対負けたくない意識っていうのも絶対あると思うから、あ、まあ、男ですからそれはあるでしょうね、うんうん、まあ、なんかそれがまたプラスになってくれたら嬉しいですね、
うん、足かせにもなるかもしれませんけどね。いや、比べられるとね、そんなことはないんじゃないですか。そうですか、ね、だったら嬉しいですね、うんうん、別にあの比べられてっていうその真面目に生きようって思うタイプじゃないからまたいいんじゃないですか。長男はそうです ね親父つこたら思ってますよね、うんうん、いいじゃないですか、うんうん、じゃ あの最後にリスナーの皆さんに、はい、その12月の告知は終わったんですけど、はい、実際この STR に興味のある方はどうすればいいんでしょう、はい、あのね、まずね、僕が今教えるのが3人しかいないんで、教えるのが3人、教えるのは僕を筆頭に3人しか講師がいないんですよ、はい、ではっきりであのあの先生が足りないんで、あ、だからもう バンコク、はい、バンコクがタイ、ベトナム、この辺の東南アジアで、はい、よし、俺私先生してやろうという方がいらっしゃったら、うんうん、興味ある方がいらっしゃったら、はい、岡さんまで連絡です。はい、多分、はい、あの丸の方向けに言うとですね、はい、すごく仲間が増えて豊かな人生になります、はい、資格向けの皆さんにしたら、はい、ビジネスモデルを用意しておりますので、はい、かなりブルーオーシャンで儲かると思います、はい、三角向け世界を相手に、はい、人を幸せにしませんかということで、そこにどこかに響いた方がいらっしゃったら、岡さんのフェイスブックまでご連絡ください、はい、また僕番号来ますので、あ、私ちょっとあの、はい、あれにあの何でしょう、顧問にしていただきますね、まあ、もう顧問でね、はい、あの岡さんには顧問になっていただいて、はいはい、お食事連れてもらいますみたいな、もちろんです、もちろんです、あの先生に興味がある方、はい、ぜひご連絡いただければ、わかりました、はい、じゃあ興味のある方はですね、まずちょっとあのなんでしょう、グーグルで検索してみましょうかね、はい、そう、この STR コミュニケーションということで引いてみますとどういうことが出てきますので、出てきます、サイトが出てきます、ね、ちょっと今サイトまだリニューアルしてね、もうちょっと分かりやすくなると思うんで、はい、あれ結構あ2013年って書いてありましたね、そうですね、ちょっと、はい、あの多分もうすぐ変わると思うんで、もうちょっと分かりやすくなると思います、で、まあ、今日はですね、そのトップの芝さんの人となりっていうのは十分分かっていただいて思いますので、はいはい、ぜひぜひ皆さんコンタクトの方よろしくお願いします、はい、じゃあ今日は本当にどうもありがとうございました、ありがとうございました、一言だけですか、そんなに一言で用意してたんですけど、あ、どうぞ、いいですか、一言、はい、僕が思うのは、はい、自分がなりたい人生に正直になるとめちゃめちゃ幸せな人生ですよというふうに思います。だからそのまず自分がなりたい人生が分かんないのが普通の人だと思います、ね、そうですよね、でも子供の頃とか素直に思ったりとか、うん、もっと言えば人にバカにされるのとかっていうのを気にしなくて正直になったら、まあ出てきますね。僕研修でこれずっとやってるんですけどね。要するに開き直ればいいってことですか。開き、あ、いいですね。はい、もうええやん別にって、もう今の立場とか、うん、ほっといてみたいな。素直、素直。はい、素直ですね。ほんな方法論は後で出てきます。はい、うん、素直になれるか。さっき方法論から入るとやっぱりちょっとしんどいですよね。まあ、構えちゃったらダメなんですよね。そうですね。自然体をいかに冷静に理性を使ってやるか。やっぱり自然ですね。がいいと思います。はい、すいません。じゃあどうも今日はありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、では続きましてはボイスホビークラブのおすすめの方をお送りしたいと思います。はい、今ですね、月曜日までカリスマ接骨院松崎先生の特別カウンセリングをやって、ね、本当久しぶり見ていただいたり、やっぱり骨が歪んでるんですよね。もう本当にボロボロになって、マッサージだと気分は良くなるけれども中まではすっきりしないので、そういう方は今日もね夜遅くまでやってますので、ボイスホビークラブの方に大至急、特にね働いてるお父様方を見てあげたいっていう感じで、はい、いろんな方ご相談くださいね。でそれ以外にもあのフラワーウォルアートって言います、2ヶ月に1回やってるですね、新しいお花の、はい、コラージュ&アートの世界、こちらが月火水この3日間ですね、あの先生の資格も取れるという、今ですね先生という名で実際日本の方でもお仕事を紹介していただけますのでね、お家であのパートではなくいろんな仕事ができるという、そういうあれになってます。はい、で次にですね、むちゃくちゃ変わったところをやります。ちょうどこの間ですね、英検の第1ったところなんですけれども、結構プレッシャーに弱い子たちとか面接に弱い子いると思うんですね。その子どもたちのためになんと英検2次試験必勝クラス、今回初の試みです。もともと日本の方でですね、先生試験官をされてたプロの先生が今ちょうどタイにいらっしゃっておりまして、その先生が全くそのままそっくりの模擬をやります。そしてそれに慣れてどういうところで点取るんだよっていう、そういうことを教えてくれます。これは2回コースですので、もう十数名しか取れません。もうすでにですね、あの
以前2級で落ちたっていう方なんかは申し込めると思うんですが、なかなかねタイの場合はね、あの日本人会経由で結果がなかなかまだ来ないあたりだと思うんですけれども、29日の水曜日からですねやってますので、7月の9日ギリギリまでやってます。もう本当に10日間ぐらいしかできないので、そこでちょっとチェックしてぜひぜひ来ていただきたいです。でですね、またビッグネームの7月11日月曜日、断捨離で有名な川端信子先生の特別セミナーが急遽入っております。今回ですねタイで本を出されるそうです。断捨離案という言葉もあるんですね。捨てれば得られるって好きって感じで、私でも本当にうちの家も何年住んでるだろう、27年住んでますから物だらけですよね。はい、そういうのもやってますし、あとですね28日からは心で描く書家柴崎翔吾先生タイ初のセミナー、五感で書っていう、これとですねあと書き下ろし、私もやっていただきましたが、目の前で名前とその人に対するインスピレーションを色紙に書いてくれるっていう特別セッション、28、29、30もやってます。それ以外にも29日には福森しか以前ですねゲストに出ていただいた福森先生のチャリティ100バーツでちょっとタイの目を寄付させていただきたい、こちらの Q&A とかもやってます。このあたりをすべてですねボイスホビークラブのホームページ www.voicehobbyclub.com あるいは Facebook のボイスホビークラブ、お電話は02-119-7250から1番の方で連絡しております。あと今週はですか日曜日も私一人寂しくオフィスにおりますので、ぜひぜひお問い合わせください。はい、ということでスポンサーさんからなんですけれども、はい、ですね、日本航空さんからのお知らせです。この今ですね、富士山どっちっていう特別なのをやってらっしゃるらしいんですよ。私実際最近通路っかり座ってですね、富士山飛行機から見たことないんですけれども、飛行機に乗るとですね、あのホームページの中から、この日本語、英語で国内線の機内でどのあたりでどう見えるとか、それを質問に答えてくれるそうです。そのあたりは JAL 海外地区ホームページ www.jal.com チェックしてくださいね。あとプレゼントの方はですね、バンコクの薬屋さん、ブレイズ薬局さんよりダイエットサプリ4名様、そして江戸の息を作るグラスラボさんより液だれしない勝利指し1名、そしてアトリエふわりさんより首飾りとエコバッグ、パースタンの、チャパママさんから天然石の指輪4名様にというふうにいろいろありますので、これは、Facebook あるいはFacebookじゃないホームページの方からチェックしてください。ということであっという間に、はい、終わってしまいましたけれども、はい、皆さんどういう生活を今週はいかがでしたでしょうか。来週ね、私伊勢丹にいます。伊勢丹、金曜日は2時から8時、土曜日日曜日は1時から7時に浴衣の無料着付け、ミノルタさんの方でですねただで写真撮ってくれますので、ちょっと浴衣着てみたいっていう外人の友達連れて1階のアナスイあたりにぜひぜひ来てください。はい、お待ちしておりますし、週末をお送りください。ボイスののりこでした。この番組はトヨタの提供でお送りしました。